はい、ということでどうもワイワイです、今回はこのキャップヘッドっていうゲームですごい可愛いですよね。これどうやらねこの左のこうかながキャップヘッドっていうこうらしいですね。でこいつこの右側がマグマンって言ってまあマグっていうよねコップのあの マグカップのやつね、どっちもコップっていうね頭にソロが刺さってる2人なんですけれどもまあこんなずーっとこんな世界観っていうかねカートゥーン調と言われるまあ昔のニーランドみたいな感じの、そういったアニメ調でずっと続くんですね。これはまた綺麗で可愛いですよね。こういうの好きなんですよ。またこのゲームなんといってもとても難しいゲームで有名です。むちゃくちゃ難しいと。で私ちょっと下調べをしました。このゲームねストーリーがあるんですけど英語しか表記がございません。英語訳すことは私できません。なんでなんだかちょっとだけでストーリーの部分は下調べして分かったんで進めていきたいと思います。まあ途中でちょっと分からなくなるかもしれませんがちょっと待ちきれなかったんですよね。日本語のパッチが当たるのがね。さあではキャップヘッド物語始まりと早速なんですけど英語で全く分からないんですよね。ここを下調べして私ちょっと直訳といいますかワイワイ流の訳で進めたいと思います。ストーリー分からなきゃったら面白くないんでね、まあここはとある森と言いましょうか、まあ、ここには3人の生命体が住んでたわけですね。主人公キャップヘッドそしてこの青いのはマグマンさらにはここにケトルですね。ケトルのおじいさんが住んでたわけです。まあ保護者でしょうかおじいさんもいたことによって3人は何不自由ない生活を送っていたわけですよ。ところがある日2人は遠出にちょっと行ってみいひんとちょっと出かけようぜっつって行ってみたところなんと見つけたのはカジノじゃないですか。カジノなんかうわすげえカジノなんかあるんだっつってねキャップヘッドもあじゃあ入ってみるって言って2人でカジノに入ってみるんですよ。皆さんならどうするでしょうね。カジノって言ったらやっぱりワイワイ見たことないんでやっぱ入っちゃうかなと思うんですがここで我々とキャップヘッドの差が出たんです。キャップヘッド実は天性の賭け運の持ち主天才だったんでサイコロを掘れば掘るほど大金が入ってくる負け知らず周りはこのギャラリーも見てても楽しくなってきちゃってもっといけいいぞもっといけとなったんですよ。そこにやってきたのがこの店のオーナーまるで悪魔のような偉業をしたこのオーナーが「おお君たち調子いいねじゃあもう1試合どうだい?」とあることを提案しだしたんです。それがもし君たちが勝ったならばこのカジノの大金を全て君たちに授けよう。しかしもし君たちが負けたなら君たちの魂をもらうよと言ったんです。さあどうしますか。普通ならおじけづいてうんどうしようかと考えますよね。キャップヘッドは違ったんです。キャップヘッドはそこですぐさまサイコロを掘る今まで勝ち続けてきたんですから。しかしながらキャップヘッドここでは持っていなかった1のゾロ目で実は負けてしまうんですね。そうなったら悪魔はご立腹ですよ。ああそうなったのかとじゃあ君たちの魂を2つ分もらおうじゃないかと言い出すわけですよ。いやちょっと待ってくださいとキャップヘッドもそして 何も関係ないマグマンもいやちょっとなんとかならないですかねっつってね他の方法なんか考えられないでしょうかと懇願したわけですよ。すると悪魔は用意していたかのようにこの1つの紙を持ってくるんですね。この紙は何が書いてるかというと実はこのカジノで払わなかったお金を払わなかったまあちょっと良くないお客さんたちの魂の名前が書いてあったんです。ここに書いてある名前の魂を今日の夜中中に持ってこいと持ってくることができれば君たちの命は助けてあげようというんですね。追い出された2人なんとかしてあこに書いているやつたちをまあ魂をゲットしなければならないということなんですけれども頼る相手って今ケトルのおじいさんしかいないですよね。じゃあケトルのおじいさんにとにかく話を持って行ってみようよと2人は森をいそいそと帰ったんですね。というとこから物語は始まります。めちゃめちゃ可愛いですけどねこの砂時計がそもそもね。さあやってきました。まあここの話もね若干分かっていますんでちょっと飛ばしたいと思うんですがまあこれかわいそうなことになったねとしかしながらもうそれは受けるしかないとケトルのおじいさんも言うんですよ。だから頑張るしかないでもねって1個じゃあ君たちに授けてあげようとケトルのおじいさんが持ち出したのがこのボトルなんですね。このボトルを君がまあ飲むというか使えばとにかくすごい魔法のような力が手に入るよって言うんですね。で今使いました。そしてこれ魔法のような力を手に入れた。その魔法のような力って一体どういうもんなんだろうっていうのがここのチュートリアルで、試せるということなんで一回ちょっと入ってみたいと思いますね。こっからはワイワイもやったことございませんイコールもう訳せません。はい。ダックホールドダウントゥクラウチあ、しゃがむってこと。あ、しゃがみ移動はできないよね。あ、でもいいやん。すごいかわいいね。こんなにしゃがめるんや。これコップなんか入ってんのかな。ここにここはジャンプ。あ、ジャンプやボタンね。今回ゲームパッドでプレイしています。これジャンプで、ここノーレッド。はいはい。次 Y ボタン。あ、ここね。おお、すごいすごいすごい。あ、ダッシュすごいね。なんか追いかける感じでダッシュしていくってことね。これじゃあジャンプしてダッシュしろと。はい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 。まあ分かりやすいところですね。でこれは下にすり抜けるってことかな。ああ、星のカービィでおなじみのという感じでしょうか。X でショットかな。おお、あ、すごい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 。あ、指パッチンみたいな感じでこうバン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 って打つの。あ、連続もいけますね。押しっぱなしもできるんだ。へえ、これいいね。RB、ロックロックってなんや。あれ、なにこれ。すごいミスター B みたいになってる。手を上げろみたいになってるやんこれ。あれ、なにこれ、動けへんなった。あ、え、あ、そういうことか。なるほどね。これね、おそらく今斜めに打とうと思ったらこうやって動かへんかったら斜めに打てないじゃないですか。それを RB で固めることによって方向だけ変えられる、自分の位置をロックできるというロックの意味か。こっから多分打ってみようってこと。めっちゃむずいな。この時点でもうめっちゃむずいんやけど。はい、次はパリスラッププレスジャンプホワイル。あ、多分この赤いやつ、これよくゲームであるけど。おお、来た。はい、こういうことやね。ジャンプが復活するってことなのかな。ちょっとなんか今左下のダイヤのエースが増えてるのは、あれは何なんでしょうね。なんかあれいっぱい、今いっぱいになったんでしょうか。これが増えるっていうことなのかな。もしかしたら必殺技ゲージなんかな。あ、なんかパリ、なんか実績解除しましたけどね。じゃあこれはやれるときにやっていった方がいいっていうことなんですかね。はい、わかりました。じゃあ行きましょう、次へ。これはディスレクト。どういうことなんでしょう。生き返らせるってことなのかな。これは、あ、でも 2P モードオンリーと書いてますから、これ私にはあんま関係ないのかもしれないですけど、多分ここでこうやってパリーするんだな。ああ、こうなったら生き返るってことを言ってんのかな。じゃあこれ2人でやるときはね、これ重要なことかもしれないですね。なくなったらそれでやると。 EX ムーブ B ボタン。おお、何これ。あ、ロックマンダッシュ。あ、ロックマンダッシュやこれ。あ、すごい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 。これ必殺技みたいなこと言ってんのかな。あ、なるほど。ほんで俺今左下のさ、あれなくなったよね。ここでこう貯めて貯めて貯めて、ほんだらやっと打てるようになるってことか。ほんで左下のカード見て、ダイヤのエースなくなったもんね。そういうことなんね。はい、じゃあ次行きましょう。コインコレクト。コイン、まあなんか買えるよってこと言ってるんでしょうね。コインをゲットしていきましょうと。ああ、これで終わりか。はい、じゃあ出ましょう。なるほどね。至ってシンプルなもの。ただまあ2段ジャンプができないというかね。私鬼畜ゲームは昔やってたんですけど、2段ジャンプができるもんで、そのゲームはね。ああ、間違えた。オッケー。じゃあ出ていきましょうか。こっちかな。はい、これはどういう風に進んで、もう 2D のアクションゲームっていう感じになるんでしょうかね。ああ、じゃないんだ。あ、すごい、これ動き回れるね。ここアンパンマンみたい。なんかなんでアンパンマン思い出したんやろ。古いからかな。なんでか分からへんけどね、そんな感じしますね。斜めから見たマップっていう感じだね。うわ、すごい。頭になんか刺さってるやついるやん。お前爪楊枝かなんか刺さってるぞ、頭に。君はヘイフェラーシ。なんやフェラーシ。おお、びっくりした。なんか話聞いてみたところですね、こいつもなんか、まあワイワイも悪さしてね、カジノでちょっと悪さして、まあ、こうやってなっちゃったわけじゃないですか、こんな旅に。で彼も昔は悪いことしたんですって。飛んだりとか走り回ったりとかしてとかいう話を聞いてるだけで、とにかく3つコインをゲットしましたね。ここはいけへんのかな。ここいけへんのな。これなんなん。これなんか動き回ってんだけど、これもなんなんこれ。え、フォレストフォリースラン&ガン。何フォレストフォリースラン&ガンということ。あ、始まった。レッツガーン。違うの。何したいの。うおー、ちょっと待って。お、倒した。やら。よっしゃ。あー、何めっちゃ綺麗。なんか弾け飛ぶ感じがかわいいない。うわ、危な。おしゃれ。これちなみにさ、危ないって。いや、ちょっと待って。早すぎるって。来るのが早す。いや、ちょっと待って。来るのが早すぎるもん。これちょっとコインを取りたい。コインを取りたい。コイン使ったことないけど。うわ、なんかキノコ。めっちゃかわいいキノコいる。一生倒したくない。こいつ一生倒したくない。でも倒さないから進めんから。おっしゃ。あ、なんかおる。あ、これ何あれ。チューリップか。なんかチューリップ掘ってきた。やっぱラズベリーみたいに掘ってくるこいつ。ちょっと倒す。あいつは何。あいつ大丈夫。あいつ上がってこれへんのな。こいつめっちゃ可愛いない。めっちゃ可愛いねんけど。そんな風に「はいや、ほんでお前」とかなんなんこいつ。ベニョンってなってんけど。うーわ、ソニック丸出しやんお前。え、完全にソニックを意識してますよね。危ない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 。これダッシュしよう。あかん。うわ、あんなん通り抜けるとかダッシュやって、いやもう、はやっ。え、3つしか無理なんき。いや、フェビゴー。よっしゃ。そういうことか、HP さんって。これはそらまあ最初は、いやでもここで積んでた話ならへん。第1ステージやんか。うわ危なっ。ここだから、こコインだけは絶対取ってきたいから、なんか多分ね装備もあったと思うねんな。今さっきやばい動いてた道のところにショップみたいなあった気するんですよね。これなんか必殺技みたいなのも使ってみた方がいいのかな。ちょ待って、危ない危ない。これでもずっと弾を無制限に押してるだけで撃てるっていうのはやばいよな。待って、なんか下からなんか出てきてる。危ない、下からなんか出てきてる。ほらあいつなんなんやろこれ。ほんでなんなんこの島は。こうほら浮いてるみたいな感じなんやな、ここほら。へえ、そういうのも可愛く描かれてるね。このソニックが打ってほしいねんな。めっちゃ動くも早いね。来た、新しい。うわやばい、あれ何、タンポポマン。あの下からほんで飛んできてるやつはなんなん。絶対に届きうらへん場所におるんやけど、あれもなんかあれなんでしょうね。危ない敵なんでしょうね一応ね。あれ倒せへんのか。じゃあまあこれ潰しといて。ちょっと待って、紙芝居みたいな感じで俺喋りすぎてさ、なんやねんこれ。どんぐり飛んできた、どんぐり飛んできたえ、これなんなん、俺これ無理やねんけど。ちょ待って、あんなん俺取れへんやん。どうやって取ったらいいのこれ。パリーとかすんのこれ。え、何踏めるってことこれ。敵をこうやって、ちょっと待って、こうやってこうじゃん。え、全然違うやん。ちょっと待って、やもうやめてや、もう最悪や。俺こんなとこでもう2個もやらしたんやけど。でもこすぞ、でもこす。よっしゃ、こうやろこうやろこうやろ。オッケー来た。もうこっからサクサクっと決めていい。ごめん、もうプレイしたことあるんすみたいなぐらいの勢いで。ちょっと起き上がってきて、起き上がってきてくれへんかったお前。攻撃か OK ないっす。いいやんいいやん、ここ降りるやん。うわなんか新しいのできた。何やこれメカ。うわやばい、どんぐり放置メカや。ちょっとダメだよ。あぶねえよ。オッケー、必殺必殺、いや必殺。おいさすがよー、あっぶなわあかん。もうソニックだるいねんってマジで。ソニックなんでそんなとこで死ぬねん。ほんでまたこっからなんで後ろから来てんねんお前。ルール変わってるやんけ、やめろってお前。ああこれみんなめっちゃ楽しい。久しぶりに 2D ゲームしたらめっちゃ楽しいし、なんかやっぱグラフィックがでかいんかな。赤うわお、あっぶな可愛いのよね。なんかこの敵とか、危ない敵とかにちょっと愛着湧いちゃう感じ。こうどんぐりがもうやっば、ここらへんからやばい。マジ半端なくなってくるから。ここでほんでなんかよくわからへんやつ出てくる。こいつをなんとか倒したい。こう必殺技使う。オッケーナイス、倒した。こっからや。おお危ない、忘れんのよなソニックブームやっといて。オッケー、ここや。こっから新しい。あぶねえ、お前早い。やっぱおい、いやちょっと待って、やめてお前、やめて。いや無理。あっぶな。待って、中間セーブポイント欲しい。中間セーブポイントがマジで欲しい。こうやろ、こっち行くやろ。おナイス、あ違う、ナイスブラボー。どこ ?HP1 しかないんですけどね。イエーイ、リザルト。タイムが1分27秒、HP ボーナスが3分の1、パリーが3分の3、そしてゴールドコインが5分の5で、スキルレベルが星2つ、グレードは A マイナスでしたおお、嬉しそう嬉しそう。あ、かわいい。あ、そうやって次のステージに進んでいくってこと。ちょっと待って、ショップ行かしてよ。俺何も知らんまんま来たんやからさ。これなんか書いてあったけど、今喋ったお前。なんかドアが開いた音したんやねんな。これ4つあるってこと。5つか、5つあんのか。ちょっと一個一個見ていきたいけど、ジャンボレバウンドとか書いてるよね。今のお金が左上に書いてあるのか。あ、ちょっと待てよ。でもこれなんか若干見てわかる気するな。これがちょっと何か分からへんけど、ロングレンジって書いてるから銃が遠くまで届くとかそういうことなのかな。でこれが多分体力回復ってことでしょ。でだから回復っていうか多分3機しかないから、それを増やすっていうことなんじゃないかなと思うんですよね。ただ、バットってとこから書いてあるのは、このだから攻撃力って言えばいいかなが落ちちゃうよって言ってるんですよね。だまあ一か八かなっちゃうんで、ちょっとこれ後回しにしましょうか。でこれがおそらくやけど3方向に飛ばすってことじゃないの。ショートレンジ with グレートダメージって書いてるけど、これはいいんじゃない ?4 つっていうことでね、ちょっと高いですけど、まあちょっとこの2つわからないですけど、これもダッシュやしね、これにしよっか。じゃあこれ買って、おう、あなんか新しいの植えた。ロバーか。へえ、ちょっと待って、一回見てみようぜ。どうやって装備すんのあれ。なんか出てきた。あ、装備させてあげるよって言ってるね。リクイプメニュー。はい。わい。これ何これ。あ、これが今、俺が使ってたやつってことかな。ショット B に入れればいいのこれ。うん。これ入れて、バックで、これショット B に入ったと。これってどうやって変えるんでしょうね。ゲーム中に変えることもできるのかな。まあ、とにかくここに入れましたっていうことですよね。了解。じゃあ次は下になんかおるんやけど、完全にお前悪やんな。悪っぽい。あれここいけへん。絶対こいつ悪やろ。なんなんお前マジ挙動不審やねんけど。ここはあ、ここもなんかステージっぽいね。こういう行ってみる。じゃあんボタニックパニック。あ、ボタニックパニックやって。シンプルとレギュラーって何やろ。まあええわ、レギュラーでいってみよう。レギュラーってどういうことなの。 LB でスイッチウェポンって書いてる。何、おいちょ待って、なんなんちょっと待って、なんかすっごい頭上でかい、なんかじゃがいもみたいな出てきたんやけど。あ、こう打てばいいの。何こうしてたやのか。え、ちょっと待って、技変えてみようか。 LB で技変えたらいいんやっけ。なんやねんこれ、最後なんだけヘビやねん。あ、こうか。全然届かへんやものの見事に届かへんねんけど、これさ、こうじゃない。違うやん、しくっただけやん今の。じゃあ、こうあれやって、パリーかなんかやって、これやって、ほらこれで必殺技がたまんねやって。多分必殺技ためて、待って、これの必殺技打ってみる。こう全然意味ない今全然意味ないわ。じゃあまた変えよう。じゃあこれにしとこう。これで打ちながら OK。 ここでこうやってで B ボタン押した。これでいいやん。めっちゃ速い、あ、倒した。弱っ、雑魚お前。うわ、待って、何やねんお前。おいなんでそんなお前愛くるしに。うわ、なにうわ、やめろって。おいちょっと待って、これ何回線赤いやつやろどうせ。あかん。うおー、これ赤いやつ。あ、そうだ、いやもう無理やって。そんなんめちゃめちゃ降ってくるもん。あ、そんなん俺しかもあの赤いやつだけ狙ってなんかできひんねんけど。あ、おいしょ。無理なわけないやん。そんな俺が不可能なわけことなんかないんだってね。これ何掘ってきてんのほんでお前。おっしゃー、ほらどうや。これはでも比較的簡単なんじゃない。これ避けてるだけやろ。まさにこんなステージあったな。言わないのにこうやろてかお前そのなデコの上の部分なんなん。もうちょっと真ん中に顔つけへん。次玉ねぎくんねやろ。どうせ最後に人参とかくるんちゃうと思うねんけどな。なんかお前がなペット化してるんだよな。すごいペット化してるっていうか、なんか下からのまぶたの方がお前長いんだよな。そもそも目の構造がおかしいっていうか、なんていうかですかね。多分普通に打っててええんちゃうと思うねんけどな。ほら、あ、倒した。はい雑魚。あ、もう0点出た。まさに予想通りやん。人ひねり入れろよお前。何これ、何これ取らなあかんのこれ。うわ、これ厄介。めっちゃ出てきた。何それ。聞いてない。おお、みんなった。でも俺は何で攻撃すんのあいつ。攻撃のしようがなくない。でもちょっと人参割った時の音聞いて。めっちゃ美味しそうやねん。シャキってなんねん。俺なんかこれなんか俺すんのここに。あ、これ一応、あ、斜めって攻撃しろって。これめっちゃむずいやん。嘘やん、ほんまに言ってんの。こんなん俺斜めに今まで銃撃ったことない。いや、やっぱオッケー。こうやってこうオッケー。こうやって撃ててんじゃん。ずーっとこうやって撃ててんじゃん。よしオッケー。でこうやって後回避していこう。もう最初の部分しかもう無理やわ。あいたよ。おっしゃ、ねぶた。オッケー、ねぶた。おっ、あいたよ。おしぼってイカリングみたいな出してくれろ。おお、こうやん。オッケー。かよいんか、お前。頭かよいんか、お前。あかん。このシャキっていう、カリっていう音がすごい俺は好きやからまだいいけど、これ。人参嫌いな人からしたらもう最悪やと思うな、これ。おっしゃ、いけ。いや、ノックアウト。わ、すごいすごい。そんな自暴自棄に並んでもかわいそうになってきたな。はい、タイムは気になる。タイムはなんと2分11秒。 HP もの3分の3、パリは3分の2で、スーパーメーターが6分の2、スキルレベルは星2つでグレード B でした。おなやソウルコントラクトザ・ルートパック。うん、なんかモタンよかったね。嬉しいわ。ほんならこれ下もいけるようになったけど、ちょっと時間取りすぎなんかなと思うんですけど、どうでしょう。もう1個いけるんかな、いけへんのかな。これも多分なんか入るとこやろ。いけるとこ気になるな。でもこのどっちかっていったらこのさダイヤのやつの方が俺好き。あのダイヤのやつ、なんかあの道中があるやつ。でもちょっと最後これいけるかな。いや時間的に厳しいかなということで、じゃあ今回はこの辺りにしておきましょう。このキャップヘッドっていうゲームはですね、一応最初にも言ったと思うんですが、日本語に対応しますんで急いで買う必要はないかなとは思いますけれども、ストーリーの部分英語で私ほんと飛ばし飛ばしに進めていくと思います。気になる方に関しましてはですね、申し訳ないんですけれども、英語訳せるよっていう方はぜひちょっと教えていただければとも思いますし、分からなくてもいいよって方は次からまた見ていただければなと思います。と言いますことで、本日も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。いやーこれ楽しいからまた続きやっていきたいと思います。お疲れ様です。